ライブリポートは2019年のイギリスアメリカ合衆国のクライムスリラー映画。監督はスティーブン・シー・ミラー。出演はアーロン・エッカートとコートニー・イートンなど。主演のエッカートが制作葬式も務めている。ある日、一人の少女が誘拐されるという事件が発生する。その後、警察のもとに透明の箱に閉じ込められて泣き叫ぶ少女の映像と共に 64分後に娘は死ぬという犯人からのメッセージが届いた。事件を捜査する警察官のペニーは、その過程でニュース配信サイトの女性リポーターのエイバと出会う。彼女はペニーに捜査の協力を申し出る代わりに捜査に同行し、その様子を生配信することを求める。映像は柴叩く間に SNS で拡散され、視聴者から次々と情報が寄せられるが、 正しい情報と誤った情報が、錯綜、さらに思わぬ展開を見せる。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、17件の評論の、内高評価は59%に当たる10件で、平均点は10点満点中4.9点となっている。メトクリティックによれば、5件の評論のすべてが、賛否混在で、平均点は100点満点中50点となっている。 ありがとうございます。